この辺りまではまだ運び屋の何人かくらいは来たことがある土地だ。でもここから先は違う。足を踏み入れた者はほとんどいなくなる。どうして？割に合わないからだ。どんな敵が出るかわからないし、どんな遺跡があるのかも情報がない。命がけのギャンブルだ。だから誰も来ない。お宝があるかもしれないのに。極悪な罠もあるかもしれん。ああ、社会を経験せず育った人間、外界のものが襲ってくるかもしれん。お前がこれを使うことは想定していない。極力俺が何とかする。それでも一応持っておけ。小型だが使いやすい。お前用に仕入れたものだ。なかなか渡せなかったが、これからは持っていた方がいい。そら。それ、いや。持っているだけでいい。お守りみたいなものだ。無理。持ちたくない。俺だって訓練も受けてない奴に銃なんて持たせたくない。だが武器はいるんだ。絶対に。いいよ、いらない。それ人殺しの道具だよ。自分が生きるための道具だ。いいから持つだけ持ってろ。いや、キノコがあるよ。それは毒キノコだ。触れるだけで炎症が起きるぞ。わ、どえらい。これ多分親子。
一頭だけだ、声を立てるな。なんで、見るだけじゃないの？食料の補充がいる。やめようよ、親子だよきっと。必要なことだ、あまり声を出すな、消しきれない。許してあげてよ。ここで見逃しても別の獲物を仕留めなきゃならん。じゃあ食べ物は我慢するから。お前は我慢できても俺が無理だ。私が食べ物を見つけるよ、だからやめようよ。バカ野郎！いいさ、他を探そう。ねえ、動物はやめない？二人じゃ食べきれないじゃない。余った分は保存食にするだけだし、子供なら肉も少ないだろう。よくそんなこと言えるね。子供を殺す気？子供ったって鹿だぞ。残酷でしょ、鹿でも。親の方を殺せってか。それこそ持ち帰れないほどの肉になっちまうぞ。無駄かどうかの話じゃなくて。柔道、なあ、なんだ。木の実って料理するの？それはそのままで食える。こっちのは調味料向けだな。すりつぶして乾燥させておく。やる。だったら端末のデータベースを見てみろ。採取履歴から直接情報に飛べる。フライパンでいる。なるほど。
した。ん？魚はどうだ？どうとは？かわいそうか。どうだろう、わからない。魚って見たことないかも。まずだ。これ食べられるの？食用だな。少し生臭いな。もっと香辛料を入れるべきだった。うん、でも食べられるよ。なかなかいい心がけだ。いい運び屋になる。そうなの？粗食に耐える力がないときついからな。運び屋って何するの？コミュニティ間を旅して物品や知識を取引する。遺跡を調査して技術や機材を回収したり修理するというのも仕事だ。あちこち行かないといけなくて大変そう。定住する者もいる。そういう者はどちらかというと機械屋と呼ばれるな。私なら人の大勢いるところで何かしたいかな。そうなのか。今聞かれてそう思った。ダメ？いいさ、夢を自由に見るくらい。柔道、なんかそっちも拾ったか。ごめん、端末壊れたかも。そうじゃない、情報を拾いすぎてるせいだ。別に壊れちゃいない。何なのこれ。都市遺跡だ。
あれだ。すごい。想定以上の規模だったな。人は住んでるの？住んでいたら厄介だな。どうして？そいつらに襲われる可能性を検討しないといけなくなる。逆に誰も住んでいないのなら、流れ者ですら住みつけない理由がある。それはそれで危険だ。ただ予測不可能な危険というなら人の方が怖い。そうなんだ。近寄ってくる人をいきなり撃つようなことはやめようよ。いや、撃つぞ。それは状況次第だな。どうして？近寄ってくる時点で敵対の意思があるからだ。そんなことないよ。たまにはあるかもだけど。向こうから襲ってきてもか？コミュニティの外では誰もが必死に生存競争を繰り広げている。だから外界のものは隙あらば襲ってくる。それが自然だ。お前を守るためにも俺は撃つしかないんだ。私は大丈夫。人がいたら話しかけてみる。頼むから、それだけはやめてくれ。俺の指示を守ってくれる約束だったぞ。あれは嘘か？守る。争うくらいなら誰もいない方が平和だね。俺もそうであることを願ってる。みんなで力を合わせればこんな大きな町を作れるのに。フィリア、ここからは警戒を強めていくぞ。ん？今までも警戒してたんじゃないの？していたが、ここからは最大限のものがいる。どうして？トシが生きているからだ。こっちの端末じゃわからないか。わかるが、お前にはまだ読み取れないだろう。
が生きてるって何？都市機能の一部がまだ稼働状態にあるということだ。だからといって住人が残っているわけじゃない。人は死滅しているが設備が休眠しているケースも多い。それは危険？大変危険だな。文明の末期には人類は都市レベルで敵対していたからな。発掘される遺跡を調べると同じ時代と地域なのに強烈な技術格差が確認されることが多々あってな。それはこの名残だと言われている。万民が万民の敵になった時代があったんだ。